お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらの超高回転枯渇デッキに見せかけたスペル削りデッキ、はい、やっていきたいなと思います。なんかねこのデッキでグラチャで12勝してる人がちらほらいて、おめっちゃ強そうな高回転枯渇じゃんってこう思ったんですよ。で、まあ、コピるわけじゃないですか。あれなんかおかしいなって。ゴブリンバレルとか入ってない。いやどうやって削るのっていうね。マジでクエイクと打っただけで削る。しかもなんか吹き矢いるんですよ。なんか吹き矢テスラいて、ナイトもいて、枯渇だと思ったんですけど、ただただのスペル削りデッキです。というわけで、こちらはね、やっていきます。最近ね、意外とこのスペル削りデッキ、まあ、トルネある方とか、まあ、ない方とかいろいろあるんですけど、結構ね、クエイクが、まあ、優秀すぎることによって、クエイク削りデッキが結構ね、増えてますと。というわけで、こちらはね、今日紹介していきます。さあ、初手キングも含めてクエイクですね。クエイクでしか削んないんで、関係ないですね。もうキング起こしても起こさなくても。大型ゴルとかラバに対して、結構こう、ナイト吹き矢の攻めがちょっと強かったりとか、バカ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 。なんで？俺のデリバリーだけちょっと落ちてくるの遅かった気がしたんですけど。さあ、まあそういうわけで、まあ、キングも初手からガンガンね、含めてやっていきましょうというようなデッキです。まあ、右削れてもいいんですけど、相手がね、左サイド来るなら、左に合わせてもいい気もするんですが、まあいいか。さあ、もう一生削っていきます。一生削って、僕は守るだけですね。はい、なので、まあ、守れなかったら僕の負け。守れる、完璧なプレイをすれば僕の勝ちというようなデッキでございます。さあ、これね、相手のデッキは分かんないのが怖いんですよね。こう、ペッカプラスの今、ランバーだったんですけど、他のカードがね、ちょっと分かんないのが僕としては怖い。さあ、ウッドを持ってますね、今回の相手は。さあ、テスラをできるだけ延命してあげて、さあ、テスラがね、めっちゃ強いんですよ、マジで。やばいやばいやばい、待って。いたこれフリーズもあったっすね、さっき。なので一応吹き矢も出して、ウッド使ったのでナイトも出してスケも出して、いやこれやばい、待ってこれデリバリーで、いやダメージめっちゃ入ってんのに1本折られる、いややばい、ちょっと待って、なんで俺このデッキでいちいち交換しようとしてんの。いや待って、マジでやった、最悪。まあバルーンだとは思ってましたけど、本当にバルーンでしたね。まあ、なんならちょっとキングをこれ狙ってもいいかもしれない。キングこれ削るの間に合うんすかね？どうなんだろう。さあ、積極的にね、削っていきます。まあもちろん1個は折れるんですけど、間のこのペッカランパーバルーンを僕は抑えられるのかっていうね、ところですよね。テスラ置きたいんですけど、こうなんか真ん中ペッカとかすごい怖いですよね。さあこいつですね。で、さあいっぱいなんかいるな、いい感じに耐えましょうと。OKOK。で、2周目テスラとかで細工回せるんですけど。OK。キング含めて、ネクロにもしっかりクエイク当てていき、あれ、デリバリー落としてテスラでいいと思うんですけど。よいしょ。さあ、ここはね、デリバリーが強い。そして、まあ、テスラも強いんですよね。いや、これ、まあ、さすがに左のタワーかな。こっから1個折るのめっちゃめんどくさいんですけど。マジで。あ、待って。何これ。芝ウッドバカか、俺は。さあ、相手は積極的に攻めてくる。できるだけね、真ん中に寄せてあげて、両タワーから打たれるようにしてあげて、僕はこのテスラさえ残しとけば、あ、ペッカ一発入っちゃった。あ、ちょっとコウモリがやばい。いや、これまあバルーン一発で収まる。うえ、やべえ、なんで僕は多分もっとね、ちゃんと守んないといけないのかな。いや、これ吹き矢延命しちゃいます、僕ぐらいになると。なんならコウモリ、いや、こうナイトが勝つ、いや、吹き矢大ダメージきた。いや、これ、このデッキ皆さん、あれですからね、1-0で勝たないといけないデッキなんで、これバカですからね、僕がただの今。今んとこただのバカ。で、これ、端前逆サイランバル来たらやばくねってなるんですけど、2周目回します。はい。すべては、もう2周目理論ですね。さあ、延命したい。延命してあげて、OKOK。延命が強いんですよね。で、テスラ回る。やっぱコウモリが降ってくるのか分かんないけど、さあさあ、これはテスラがタゲを取ってますね。いや、ナイスすぎる。フリーズ来るが、もう一回テスラがある。で、ここで僕はね、結構エリアードを取ってるんですけど、もうクエイクしかないっていう。
あとはこの吹き矢削りですかね。結構大事なのは、さあ真ん中で寄せて寄せて寄せて LSP で止めつつの、さあテスラを延命することによってまあねこう守ることができますよと。さああとはもうクエイク2周ぐらいなので大丈夫な気もしますが、クエイクとクエイクかな。でフリーズがあるのでしっかりテスラに呼んであげつつ LSP とかもねして OK。 あのクエイクとスケーレスピーでもう1枚出したら、まあ、ナイトか吹き矢出したらクエイクウッドでもあるので、あの削りすごいんですよ。だって僕これほぼクエイクウッドだけでタワー2つ折ってますからね。いやもうさすがにヤンキーすぎたこれ1個あげたらバカですから。マジ今のはバカだった、ごめんなさい。守る、もっとねあのスペルちょっと先すぎてたかもしれない。もっと守ってもよかったですね。さあよろしくと、よろしく初手キング起動クエイク、ヤンキーだなー。さあラバが来ちゃった。ラバはね正直なところ嫌だテスラとデリバリーがあるんですけど、最近のラバデッキ結構ヤナアメが多いんですよね。そうなのでヤナアメが個人的には嫌だ。吹き矢がね生きないんでね。さあ、あとはこのホバリングとかもね最近うわバカバカバカ、いやそれだけはしちゃあかんお前。さあいやそれだけはしちゃあかんっていうことをしちゃった気がする。いやでもいや奇跡的にいい防衛はしてる、いや奇跡的にいい防衛してるけどやっちゃあかん。このエリアドがやばいですね。テスラをあのホバリングから守んないといけないですね。できるだけ守ってあげて守ってあげてみたいな。で今回相手はラバホバなんすよね。これエリアドやばいけどクエイク打つしかないっすね。でまあケツラバティーンかな。はい、いや僕としてはもう気合しか言えない。浮き矢にまあこれ多分ヤナメ打ってくれるといいな。打ってくれなかったらちょっと嫌っすよね。一応延命します。でこれテスラでホバから、いやホバから行ってほしかったな今。さあ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 、まああれはデリバリー落としましょう。間に合え？いやーこのねあのデリバリー今日落ちてくるの遅いな俺の今日遅い説あるな落ちてくるのが。まあまあまあ、でこのディガーとかも普通に嫌っすよね。ヤナアメがね相手あるので、まあ、できるだけ早めに抑えてあげて、こナイトをね早めにとかそう。ファイボだ、ちょっと待って話が変わってきた。ファイボとなると勝てる勝てる勝てる、急に勝てる気がしてきた俺。いやー勝てねえかなんで俺勝てる気がしたんや今。無理か、いやホバがやばいんですよ、ね、ホバを延命してあげればいい、ただそれだけ。なんだこっちからつついて、よしよし、いやめっちゃいい防衛、もめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。でなんなら延命してあげる。いやテスラ頑張れテスラ頑張れ。さあクエイクで削る、いやいけるぞこれ。相手がファイボー型なので頑張れはしそう、まあ、頑張れはするがみたいな。でホバが来る。いや吹き矢お前神か。さあクエイクで削っていきましょう。でこれディガーを延命、ディガー受け用のスケ、いやマジでワンチャン、いやこれ延命して、よしよしよし、いやめっちゃいい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 からのワンチャンベビーファイボか。これクイックで削っていきましょう。いや吹き矢入ってる、いや噛みすぎるやろ。オッケーオッケー。さあこれはあーナイス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 。さあ吹き矢が奇跡を起こして勝つことができましたねと。あのホバリングがねなかなか対応がむずいですね。そう吹き矢で射抜くのか、射抜けなかった場合はテスラでラバーをできるだけ早めにどかして、まあ、デリバリーでパピー処理してみたいな、縦からあの、まあ、ラバから溶かしていくのか、それとも後衛から溶かすのかっていうので、ホバがね一番嫌ですねこのデッキ。まあゴレとかもすごい嫌なんですけど僕からしたらマジゴレ鬼大変なんですよねこれ、どうやって止めんのみたいな。でもテスラ2周ですね。そう頑張るのは後半はテスラ2周、前半は意外と守れるんですけど。相手はキング起動しようとしていくが、
LSP ね、結構金系統しにくいですからね。さあ、ここはウッドでできるだけこのねテスラをやっぱ延命してあげるんですよね。あれ、LSP がテスラを延命してあげることによって、このね相手から流れてきたユニットもテスラがねマジアッチャータゲ取って、さあ、まあいいザップされたから関係ねえか。いや、これちょっと許容しようかな。痛てて痛すぎー。さあ、まあちまちましていきましょう。まあ、テスラ置いて、これはね勝ちたいな。ペッカ工場でマジアチャ型でしょ。いや、これ勝ちたいね、マジで。僕陸はまあ無限にいるっちゃいるんで、薄い陸が無限にいるのはいるんで。で、マジアチャはちなみにクエイクウッドで処理できるので、ちょっと早めに処理してあげて、あ、これスケで囲めばよかったな。なんで俺囲まなかったんだろう。ちょっとごめんなさい、バカでした僕。まあまあこんぐらいのダメージなら許しましょうと。痛えなぁ痛えけど、いや絶対勝てる。さっきの方が絶対しんどいですから、これより。うん、よしよし、 LSP、 いや金起動される。いや、金起動さては苦手ですね、僕の対戦相手今回。これマジやっちゃ読みデリバリーとかしちゃっていいかな。いやー、全然当たんね、恥ずかしくなっちゃってる。それ削りましょう。テスラまあ置きます。マジアチャ、よし、マジアチャをクイエク当てるのは絶対ですね。でこれナイトで延命してあげつつ、デリバリー落として、あ、マジアチャ、お前バカ、俺の世界一大事なテスラに傷をつけるな。マジでテスラだけは大事なんでね僕。よいしょ。さあ、で多分ザップ打たれそう。いや、ないと生きる。オッケーオッケー。いやー、もう流れは完璧ですね。で、なんかまあ、言うのかゴーストとか来そうなんで、ウッド打って、これで吹き矢を稼ぐでしょ？オッケー。よいしょ。さあ、で、デリバリー LSP の、さあ、ウッドの、このね、超鉄壁防衛。待って。いや、ナイス！よく頑張った、テスラ。いや、テスラよく頑張ってる。いや、マジアちゃん。いや、待って。いや、テスラめっちゃ頑張ってる。ナイス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 。いやー、やば、今の噛みすぎね。よく頑張ってくれた。クエイクで削りましょう。いや、なんなら死にたい。一発でもでかい。で、この吹き矢多分ちょっとポイズン打たれます。いや、打たれなかったな、ごめんなさい、なんか恥ずかしい。で、クエイクウッドで速攻処理したい感もあるんすよね、マジやっちゃおう。いや、テスラ行かれるのはやばいっすね。いや、でも逆サイナイトがいい。これクエイクっと無理やりクエイクの圏内に入れたかった、あいつを。さあ、500でしょ。いや、完璧すぎない？ちょっと待って、いや皆さん、いや、このデッキ絶対弱いやんって思ってて、皆さん、見た目によらないんですよ人は。こうね、見た目めちゃくちゃ細い、あー、あの人喧嘩とか弱そうだなみたいな、このヤンキーに絡まれて、あの人かわいそうだなみたいな、あるじゃないですか。僕はないですけど、そういうのね、ダメですよ。めちゃくちゃ強いですから、そういう人。だから皆さん、もしね、こうちょっとね、なんか弱い人に絡んだりとか、こう普段からしてる人、よくないですよ。バチ当たりますよ。めちゃくちゃ強い人いますよ。でさあ、クエイクで、さあ、吹き矢が優秀と、ウッドで削ってグッドゲームと。いや、鬼強い。鬼強いのか。はてなはてなはてなと。まあ、いう感じで、ちょっとね、この、ちょっと、おもろいんで、みんなもぜひ使ってみてください。あともう一戦いこうかな。まあ、ゴレがね、個人的に、大変なんですよ。で、ゴレにじゃあどうやって勝つのっていう、勝ちパターンを知っとくのも大事で、意外とテスラデリバリー、テスラスケデリバリーとかテスラウッドで、まあ、テスラがあればゴレは溶かせるんですよ。で、後衛はデリバリーで耐えられるんですよ。なので、序盤のナイト吹き矢の攻め、端前ナイト吹き矢の攻めがめっちゃ大事になってきますね。よろしく。まあ、そんなことしたことないと思うんですけど、ほぼ。さあ、ウッド読んでいく、ウッド読んでいくじゃねえ、やりこみ読んでいく。そう、ナイト吹き矢の攻めで吹き矢をぶっ刺す。で、ナイト吹き矢の後ろに LSP とかスケを
やって頑張るって感じですね。さあここはウッドを一応やるか。この隅っこが嫌っすね。ああめっちゃいい防衛。さあ今回相手はスケロスケロスケラスケラですよ。餌っすよ。あのマジで吹き矢が吹き矢デリバリーウッドはねスケラに強いんですよマジで。さあ今回の相手は、まあ、何スケラ、迫撃スケラかな。あそうですね。さあ延命してあげて、いやこの吹き矢延命するだけで相手結構嫌ですからね。で僕はねどっちを削るか悩みますね。まあ右側削ってるんで右側削りたい気もしますが、どうでしょうかと。でまあ僕はねどうやったら負けるだろうな。クエあの迫撃でペース乱される、迫撃受けにナイト使って、あのその後ムート使われるとか、なんかそういうことされるとちょっとペースがね乱されるかなというわけで、さあこれデリバリー置いちゃってね。これやばいっすね。ちょっと一回下がる。あーいやうまい、めっちゃうまい。ウッとしたこんなに褒めるな俺を自分で。いやちょっとでも怖いっすね。なんかクエイク削りもうちょっとあっていいんじゃねえかヤンキーすぎるか。いやこれ同罪なのかな、みんな的にはどうなんだろう。まあ、一応テスト置いてクエイクで削る。いやいて、そのやりこぶだけでもいて。さあここ端前勝ちたいっすよね。ちょっとさあクエイクで削る。でエレスピとウッドもちょっとやっていきましょうか。この端前テスラの圧があるので、でこれなんなら端前吹き矢とかにユニット探して相手のねこうペースを乱す。いやめっちゃいい。テスラ置いて、で一応これ多分スケラ打たれるので警戒。打っては来ない。さあこれ一回ちょっとクエイクで壊しちゃおうかな。ちょっと怖いっすよね。で吹き矢あればまあスケラは守れる。よしよしよし。でまあポイズンなので一応ウッドするかこれ。ウッド、いやめっちゃいいウッドした。いやー待って、結構やばくなってきたよ。ムートがね厄介ですね。ムートがこれ来るぞ迫撃。いやーその読み外したのやってる俺。これただちょっと延命したいですね。うんでウッドでこれあれなのかな、ワンチャン同罪。いや左の方が削れてきたな。なんならなんでや、なんでや、俺は右がいいんだ、右が削りて。いやでももうこれから今から左行っても間に合わないんで、さすがに右行きます。で防衛クエイクしたらダメっすね。うわー勝ちてえぞ。で頑張ってタゲを取りましょうか。僕はもう頑張ってタゲを取って耐えるしかない。さあやばい迫撃が、やばい迫撃入るのはダメ。いやマジでやってる、バカ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 、やばいやばい迫撃が耐えるのはダメ。いや一発なら許せる。あ待って、う縛ってる縛ってる縛ってる、やばい、やった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 。いやこれもう削るしかない、もう行くしかないっす。いや入ってる入ってる入ってる。いや食えけんない食えけんない食えけんない、やめて。どうなんでやねんなんでやねん。あこれやったっすよね、絶対勝てたあんなスケラ余裕とか言ってたのな、ちょっともったいないっすね。いや悔しいっすねこれは。ちょっと待って、皆さんもでもめっちゃ強いんでこれ使ってみてください。まあ、なんならもう今日で一番相性良かった、このデッキが一番相性よかったのに負けちまったっすね。はい。というわけで、今日なんか、枯渇っぽいけど、全然違うスペル削りデッキ紹介したんですけど、皆さんもね、使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントも、ね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。